はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はストレッチ動画を上げていきたいと思います。はい。ストレッチなんですけれども、今回は足の付け根の前をやっていきたいと思います。今までいろいろ足上げなどをしながら前の筋肉も使うトレーニングを紹介したんですけれども、ストレッチ動画がなかったので、今回こちらで紹介していきたいと思います。はい、皆さんぜひやってみてください。でそちらの動画をご覧ください。どうぞ。はい、それではストレッチをしていきたいと思います。はい、まずはこの状態から足を一歩前でもいいですし、後ろに足を引きながら大きく歩幅を取ってあげてください。ここからゆっくり上体を落としていきます。膝と床がギリギリつくところまでですね、後ろ足で。この時も角度がもうかなりついていると思うんで、この状態でも腸腰筋伸びているんですけれども、しっかり伸ばしたい方はここからぐーっと腰を後ろに反らしてあげてください。余裕のある方だけで結構です。で少し上下にバウンドしてあげます。はい、ゆっくり戻しましょう。反対側を伸ばしていきます。前後に足を伸ばして膝を少し落としていきます。床とギリギリですね。腰に手でもいいですし、前の膝に置きながらでもいいですけれども、ここからぐーっと腰を反ってあげる、足の付け根がしっかり伸びていることを意識してください。で少し揺らしてあげると、さらにその部分が使っていることがよくわかるかと思います。で、まあ基本的に反らなくてもですね、足をこのように前後しながら上体を落としてあげるだけでストレッチが効くんですけれども、余裕のある方は腰をしっかりこう反りながら、で腰に痛みを感じたり足に痛みを感じる方はしなくて結構ですので、ストレッチは本当に自分の体に合わせながらやっていただけたらなというふうに思っておりますので、はい、ぜひやってみてください。はい、またこの動きを使ったトレーニングも説明欄に載せておきますので、はい、またそちらのもチェックしてみてください。皆さん、腸腰筋すごい大事な筋肉ですので、はい、しっかり伸ばしてみてください。はい、ということで腸腰筋のストレッチ動画でした。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。